今日は、視聴者様に送っていただいたコースで遊んでいくよ。反射神経やらが問われるコースみたいだな。まずは、Pスイッチを踏んでからの、3段ジャンプだね。制限時間も短いから無駄な動きは極力控えないとな。ここはどうやっていくのが正しいんだろう。亀を踏んでいったが、バネを使うべきだったのか？ぴょん、ぴょん、ぴよよよよーん。ここは高くジャンプして、ヒップドロップをしないと登れそうにないな。亀を踏んでいくのでも遅くはなさそうだから、しばらくはこれでやってみるね。Pスイッチドアの次は、ネットをかぶってダッシュしていくんだな。無敵時間を利用して進んでいけばいいんだよね。ぐるぐるして降りてきたら、また3段ジャンプ。大きくジャンプしすぎました。はい、戻ってきましたよ。そして、死にましたよ。はい、戻ってきましたよ。今度は、ネットをバネに当てて、跳ね返ってきたやつに乗れないか実験なんだぜ。はい、普通に無理でした。お、でもネットを持ってこれたな。これは大きいんじゃないのか。3段ジャンプの後、くるくる入れるのね。ネットがあって助かったな。Pスイッチの効果が切れて、コインがブロックに戻るまで壁キックで耐えるしかなさそうだな。時間切れの方が早かったよ。華麗に戻ってきました。天才霊夢さん、ネットはどうした？あれ持ってくるの難しいんだよね。Pジャンして、トゲに当たったか。調子に乗ってたからだな。そういうわけじゃないよ。こんなとこでもやられる私なんだから、実力です。残り時間がないから、ブロックに戻ったらすぐに進みたいよね。確かに、時間ほとんどないもんな。あ。なるほど、焦りすぎてもダメってことだね。ここまでは結構怒られるんだけどな。そろそろ先に進んでいきたいよな。途中で少しクルッと入れてタイミングをずらしてみます。何これ、どうすればいいの。メットをかぶったままくれば無敵時間でいけるんじゃないか。かなり難しいけど、早めに被ってジャンプすれば、ネットのまま進めることがわかりました。やり方がわかってからも結構失敗してたけどな。今のタイムロスは痛いね。タイム以前に、うまくジャンプできなかったな。お、この流れが変わった感じはもしかして、ほら、あんまりめたい発言はやめにして、実況していくんだぜ。ここのバネ、何回か使ったけど難しかったので結局亀ジャンプで進んじゃいました。一番失敗したのはここだな。ネットを持ったまま行くのが想像以上に難しかったんだぜ。ここはもう慣れたもんだよね。何回かやってるうちに、どのくらいくるくるすればいいのかが感覚でつかめてきました。よし、マリサキからを合わせてジャンプするよ。今のところ無視されると、私太鼓みたいで辛いんですけど。最近お前に付き合って私も散々恥ずかしい思いをしてきたからな。で、霊夢このコースはどうだった？くるくるの時間調整とか、ネットかぶりとか、素直に行くだけじゃ進めない工夫があって面白かったよ。またおすすめコースがあったら、ぜひ送ってください。それでは、おまけパートで音楽コースいきます。今日の動画も短くてすいません。クリアするのに時間がかかっちゃって、動画をいつも上げてる午後4時ギリギリになってしまいました。温かい心でお許しください。では、また明日。ご視聴、ありがとうございました。